国鉄8100系蒸気機関車。8100型は、かつて、日本国有鉄道、国鉄及びその前身である、鉄道作業局、鉄道院、鉄道省に在籍していたテンダー式蒸気機関車で、1897年、明治30年に、アメリカのボールドウィン社ら輸入したものである。購買先区の客貨両用の蒸気機関車として20両、 製造番号15,881から15,890が輸入されたもので、当初は A 級型272から291と称したが、鉄道作業局では E7 系番号付遍に変更され、鉄道国有化を受けて1909年、明治42年に制定された、鉄道員の車両形式称号規定では8,100系。 8100から8119に改版された。当初は東海道線、三北沼津間、現在の御殿場線や新越線、軽井沢直越間で使用されたが、後に北海道に集められ、太平洋戦争後まで全車が使用された。その後、道内の炭鉱鉄道などに払い下げられ、1960年代まで町名を保った。 車軸配置2から6から0で2気筒端式の飽和式転打機関車で、メーカーでの種別故障は8から 28D と称し、旧九州鉄道の8000型や、旧北海道鉄道2台の7200系、第2種と同クラスである。ボイラーはストレートトップ型で、第2環道場に安全弁と汽笛を併設した蒸気ドームが、第1環道場に砂箱が設けられている。 家室は大枠内に非合子を設けた強化室系である。煙室は先行した E3 系、後の8150系が当初から延長演室型で落成したのにもかかわらず、単煙室型となっており、ドラフトによる煙室内の真空度の変化が激しくなるなため、不具合が多く、スタイル的にも今一つであった。煙室については1914年、 大正3年から1915年、大正4年にかけて延長作りが行われている。淡水車は、第二、第三軸を、ボギー台車とした、片ボギー式の三軸系である。本形式は、当初東海道線の箱根越え区間と新越線の軽井沢以北で、両方とも E6 系、7950系と併用された。 配置についての公式な記録は残っていないが、282、285、287から 289? が、軽井沢湖や新越線で実験された記録が残っている。1902年、明治35年に、篠ノ井線が開業すると、松本に新設された車庫に、新越線から何両かが転用され、かむりきに使用された。この区間は、 箱根越え区間と同様、長大トンネルが連続し、乗務員は命がけであったという。1905年、明治38年には、北海道庁鉄道部、北海道関接鉄道が、鉄道作業局、関接鉄道に編入されたが、それ以前から281、284、290、291、一後の8109万8112、 8118、8119の4両が、同部に貸し付けられていた。その後の1906年、明治39年、本州に残っていた16両のうち11両が、西部鉄道管理局に転用された。272から275、277から280、283、285、287、 箱根越えで使用されていたものと推定される。これらは、東海道線の京阪神館や福知山線、関西線で使用された。福知山線で乗務した機関士の話によれば、本形式は、調子が悪く、運転に失敗して恐縮しなければならないことから、恐縮機関車と呼ばれて敬遠されていたらしい。関西線では、亀山湖に配置されていたが、 旧関西鉄道の7650系、鬼影に対して、鉄道作業局から来た鬼影ということで、局地呼ばれていたそうである。1917年、大正6年頃には、関西線と三宮線で、貨物列車や臨時列車を引いていた。東部鉄道管理局に残った合量、8104、8110、8114、8116、 8117は、1913年、大正2年2月に、北海道へ転用された。同年4月の配置表では、8109、8112、8118、8 1千9が、九が落合湖に配置されているが、他の5両の所在は不明である。1919 19年、大正8年8月に2両、8113、8115、 1920年、大正9年12月に、残りの給料が北海道に移り、本形式の前者が北海道の配置となった。1923年、大正12年1月末時点の配置は、旭川4両、8106、8107、8109、8110、中優別5両、8102から8105。 8113、のつけ牛6両、8114から8119、おといねっぷ2両、8111、8112、上、おこっぺ1両、8100、なよろ1両、8101、さっぽろ1両、8108である。1926年、大正15年、浜と別経由の北見線に代わってほろのべ経由の、 宗谷本線が全通し、17両、8100、8104から8119が、おといねっぷことは、家内湖に配置されて、同区間の全列車に使用された。同時に、函館は、家内間に運転されていた急行一点に列車も、同線経由に変更されたが、この経因も本形式が担当した。とい別付近の手塩川沿いの軟弱地盤が、 固まらず、やむなく軸重の軽い本形式が抜擢された、ものであった。その後は再び道内各地に分散し、1933年、昭和8年6月末時点の配置は、箱館山料、8103億8104万8118、苫小牧5両、8100から8102、8107、8115、深川5両、8110、 8111、8116、8117、8119、縁丸1両、8105、中遊別1両、8106、朝日川5両、8108、8109、8112から8114で、朝日川の5両は入れ替え専用であった。営業線では、上磯線、日高線、滅加内線といった、 定規格の簡易戦で使用されていた。本形式は、全20両が揃ったまま太平洋戦争後まで使用され、1948年、昭和23年1月末時点の配置は、箱館5両、8102、8103、8105、8106、8107、旭川4両、8108、8109、8113、 8114、テミア5両、8100、8101、8107、8115、8119、室蘭6両、8104、8110から8112、8116、8118で、うち7両が9社、河川で表示、残りの13両はすべて入れ替え専用となっていた。これらは、 1948年から1951年、昭和26年にかけてすべて廃車され、そのうちの12両が民間へ払い下げられた。詳細は、次節の通りである。道内の炭鉱鉄道へ、実に12両が払い下げられ、北海道の炭鉱鉄道の蒸気機関車の代名詞的存在となった。特に、津鉄道や、 北端前町炭鉱専用鉄道では1960年代まで使用されるなど調明を保たが保存されたものは一両もなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。